突如地球を襲ったゼットン星人の円盤が、科学特捜隊は全力でこれを迎え撃った。ゼットン星人は邪魔な科学特捜隊の基地を破壊するため、最強の怪獣宇宙恐竜ゼットンを呼び出した。科学特捜隊基地を防衛せよ。倒されたその時、空の彼方からウルトラマンの仲間ゾフィーが地球に駆けつけた。ミッション成功。ゼットンを倒したゾフィーと共にウルトラマンは光の国へと帰っていった。これから地球の平和は人類自身で守っていかなければならないのだ。ありがとうウルトラマン。神戸の港にペダン星人の送り込んだスーパーロボットが現れた。その特殊合金でできた装甲はセブンといえども破れない。新兵器ライトン R30 が到着するまで
神戸港が破壊されるのを防ぐのだ。完成したライトン R30 爆弾を載せたポインターが神戸の港に走り込んできた。ミッション成功。工事現場から発掘された1億年前の化石、それはツインテールの卵だった。よみがえるツインテールを狙い、グドンも東京に現れる。二大怪獣の進撃を食い止めろ。決死の攻撃、狙いすましたバズーカの一撃はツインテールの両目を潰した。グドンはツインテールに襲いかかり、その息の根を止めた。
ミッション成功。ゴルゴダ星におびき出されたウルトラ兄弟はヤプールの罠に捕らえられてしまった。このままではヤプール操るエースキラーに命が吸い尽くされてしまう。張り付けにされた4兄弟を救うのだ。圧倒的な攻撃力、ウルトラ兄弟の力を吸収したエースキラーは凄まじい強敵だ。エースよ、急げ。ウルトラ兄弟は残されたわずかなパワーをエースに集中した。ミッション成功。遥か彼方の海王星、ウルトラ兄弟に倒された怪獣たちの悪霊が結集し、最強最悪の怪獣が誕生しようとしていた。頭はシーゴラス、腕はバラバ、胴体はベムスター。暴君怪獣タイラントの誕生である。パトロール中に異変に気づいたゾフィーは、地球に向かおうとするタイラントを阻止するため海王星に向かった。タイラントを倒せ。
Yeah!
ション成功。東京を大津波が襲う。それはマグマ星人率いる双子怪獣レッドキラスとブラックキラスの仕業だった。このままでは日本は沈没する。町を破壊し尽くす前に奴らを止めるのだ。卑怯なマグマ星人の攻撃にやられ、もはや力尽きようとしているセブン。その時、赤きウルトラ戦士がセブンを助けに現れた。ミッション成功。異常な大噴火を起こしたキリモン岳。通常ではありえないマグマの流れを引き起こしたのは地底に潜むゴルザだった。噴火の混乱の中、ゴルザが地上へと現れた。避難テントに逃れた人々を守れ。
霧門岳が再び噴火し、周辺には巨大な火山弾が降り注ぎ始めた。ミッション成功。外宇宙に向かっていたはずの人工太陽がなぜか地球へと進路を変えた。それは侵略者ツヒュームの陰謀だった。人工太陽で南極の氷を溶かし、地球を水の惑星に作り変えようと目論んだのだ。ツヒュームの操る宇宙怪獣レイキバスが現れ、ダイナを待ち受ける。レイキバスを倒せ。ミッション成功。山中に謎の巨大な目が出現した。戦闘機のミサイルを吸収し、目は謎のまま消えてしまった。数日後、体を持った怪獣眼球として謎の目は再び現れた。潜伏していた間、吸収したミサイルで体を形作っていたのだ。眼球を倒せ。
ミッション成功。SRC 宇宙センターに現れ、宇宙輸送ロケットコスモノアを破壊しようとするウルトラマンジャスティス。ウルトラマンコスモスはコスモノアを守るためジャスティスの前に立ちはだかった。ミッション成功。惑星破壊兵器ギガエンドラによる48時間後の人類抹消を告げ、ジャスティスは消えた。世界各地に破壊ロボットグローカーボーンが現れ、人類は滅亡の危機に立たされた。圧倒的な破壊活動を続けるグローカービショップ。コスモスはジャスティスとの戦いの疲れが癒えぬままグローカービショップの前に立った。
スモスを助けに、なんとウルトラマンジャスティスが現れた。コスモスが捨て身で訴えた希望、それを信じてジャスティスは人類のために立ち上がったのだ。ミッション成功。科学特捜隊による空輸中に暴れて逃走したゴモラが大阪城に出現した。戦車の砲撃をものともせずにゴモラは大阪城に迫る。暴れるゴモラを倒せ。
ミッション成功。謎の円盤生物にマックステーションが壊滅させられた。円盤生物はさらに地球へと攻撃の手を伸ばす。マックの仇を討て。円盤生物から町を守るのだ。ミッション成功。新たな進化を求めて光の巨人の力を求めた科学者マサキ警護。しかし彼の人としての強すぎる野心は巨人の力を制御できず、イービルティガとなって暴走を始めた。イービルティガから人々を守るのだ。Thank you.
世界各地に怪獣ゾイガーが現れ、各国の主要都市は炎に包まれた。地球滅亡が目前に迫った時、海底から巨大遺跡とともに邪神ガタノゾーアがその姿を現した。邪神に勝ち、世界を救ってくれ。石化したティガにとどめを刺そうと邪神の手が迫る。ガタノゾーアを攻撃し、ティガを守るのだ。ミッション成功。街中に現れた巨大な4本の柱、それはダイナとの決闘を望む偽ダイナからの挑戦状だった。偽物を倒し、本当の強さを見せてやれ。
と柱の間には強力な電流が流れていた。この柱は完全決着を望む偽ダイナが作った戦いのリングだったのだ。ミッション成功。地球を救う方法をめぐって対立していた2人のウルトラマン、ガイアとアグルがついに対決する時が来た。不気味な存在が2人を見つめているのにも気づかず、今戦いが始まる。
ガイアとアグルの死闘の最中、空が裂け、中から超巨大な怪獣が現れた。巨獣を送り込むための巨大なワームホールを作るため、二人のウルトラマンの激突で生まれるパワーが利用されていたのだ。今までの行動全てが敵に利用されていたことに気がついたアグルは、その力をガイアに託し姿を消した。ミッション成功。ミッション成功。you
ション成功。暴走族にはねられた少年の恨みがセブンの人形を実体化させた。セブンは街を破壊しながら暴走族を追う。ユリアンが少年を説得している間、妄想セブンを食い止め街を守るのだ。ユリアンの説得で少年の怒りが弱まり、妄想セブンのパワーが弱まった。ミッション成功。何でも願いを叶える壺にレッドキングのおもちゃをねだる子供たち。その子供たちの前に、なんとおもちゃではなく本物のレッドキングが現れた。レッドキングを壺に返すのだ。
ミッション成功。